肉肉吐き気がするぜ。なんだこれ。処理用のコンベヤだ。肉は好きじゃなかったのか。本当にここを行くのか。製造ラインを稼働させて通路を確保する。これは、ああただの PC、 ラップトップ PC。 ポルノブレインダンスって見えたぞ今。こっちか。もうちょっと視野角設定できたらいいんだけどな。あら、あ、これか。動いたか、急ごう。おお、なんだ、ライン吹っ飛ばしたよ今。いるな。カメラ操作。今俺らがあそこにいて、いた。あそこにもカメラあるな。バレてんのかこれ。まあ全然ドンパチやってもいいんだけどね。見つかっちまうぞ。あ、真下も見られてる。どうしようかな。まあ最悪バレたらショットガンズドンでいいとして、もう一回カメラ。あ、めっちゃ時間かかる。あ、オッケー。マニアック。回路ショートか。回路ショートで別に死んでくれるとも限んないんだよな。死んでくれんのかな。スピーカー、ん、これはなんだ。あれ、タレットか。フラットライト、どうしようかな。冷蔵庫、ちょっとスピーカー鳴らして。あれ、鳴らしたけど反応ないな。鳴ってはいないのか今の。危ね。あいつ電源オフ。オッケー。うん、どうしようかな。こっち来るな。おっ、ダメだ。後ろ向いてくれ。際どいな。カメラに気をつけろ。おっと、カメラがもう一台あったんだよね。このカメラ経由でもう片方停止できるのかな。あ、できるな。 OK。 いや、もうこれ片方おりゃ、いてててててて。よくやった。あ、強いこれ。
チャージしてショット。近づかないと。オッケー。さあ武器は全部インプラント屋に売っちゃうぞ。まあ売っちゃうっていうか分解してもいいか。あ、結構ハッキングできるものあったな。ラムも不足しちゃうし、ハックしたってハックばっかしてもしゃあないけど。よし、おっと来てるな。ダメです。ゲイ。おっと。まだ来るか。もう意外と硬いんだよね。ワンマグじゃ倒しきれない。ああ、カメラあったんだ。あ、撃っても破壊できたかな。まあこれなんだかんだで、じゃあメールストロームと敵対になりましたっていうことになるのかな。あ、カメラここだった。撃っても壊せんのかな。あ、壊せる。ガンガン先に進みたいとこだ。あ？なんだこいつ。敵がこの中にいるんだけど。印象？ブリックを解放する方法を探す。オーケー。ん？なんだこれ。起爆装置だ。お？どこを起爆するやつ？やっちゃおう。あ、ここか。監視されてるぞ。気をつけろ。あ、これ解放じゃなくてぶっ殺しちゃった。あ、まあある意味解放か。楽しくなりそうだ。どっから出てきてんだ。ちょっと暗いからよくわかんない。こっちはいないね。ここ開けたかったな。どっかに番号あったかな。わからん。まあいいや。先進もう。なんかすげえ声が近いような。おった。あれはカメラか。まあもう敵にバレてんだからカメラなんてなんだっていい。うわ広いな。おっと危ない危ない。見えないなあれ。もう一人いるな。ショットガン。貫通してんのかなこれ。
ほいほい、これこのままじゃ全滅だよ。よく強力だ。え、ピストルとかも使おっか。痛い。あ、これこれめっちゃ強くね、このハンドガン。ブレはすごいけど強。もうカメラはいいや。これこれ全部カメラ、数やべえな。遺品回収、ありがたいことにフィールドに結構弾が落ちてるから弾不足にはならないようにこの辺をしっかり回収しておこう。というかここオールフーズというからには食品加工工場的な場所なんだよね。そこをロイスたちがアジトにしたみたいな、あれか。あ、俺もいかにも爆発するやつだな。ちょっとアイテムがねちょっと取りにくいんだよね、ハイライトされにくいんだよね。視界に映っても取れた。飲んじゃおう。これはスピーカー、コーン&レモン。食べ物がそこら中に落っこちてるぞ。インプラント、インプラント系はビクターにねあげちゃおう。こんなところか、まだある。すげえ、タレットの数もすげえな。ここをステルスで突破するのはかなり厳しくないか。あ、なんかこのパソコンからでもカメラにアクセスはできたみたいだけど。よし、オッケー。あ、これ爆発物か。まだいる。カメラあった。おほう、おるね。カメラはまだあるか。あれだな、電源オフ。できるもんならステルスで行ってみたいけどね。OK。なんか不用意にかく乱使ったらむしろ警戒されそうな気がするんだけど。オッケー、よいしょ。はい、テイクダウン。もうカメラは停止してるから大丈夫なはず。テイクダウンとかこの辺の何？あ、え、カメラ止めたよね。なんで？出て出て出て。あ、つい、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 あ、つい。どっから見られた？これ。もう一丁グレ。オッケー、あ、グレ強。このハンドガン強えわ。
そうじゃん、このカメラ停止させないやん、アホやん、忘れた。ここもまだたくさんアイテムがある。爆発物は回収できないけども、こんだけ同じような武器大量に回収してて大丈夫かな、まあ、部品にはなるよな。まだいる。カメラがあった。あれか、なんだあれ、敵だよね。あいつだけっぽいな。あ、もう一人いた。あれ、一人棒立ちだ。このハンドガンどうも焼夷弾みたいな感じだな。燃えてる敵がいたりする。これはちょっとアイテムすぐ表示してくれ。ハンダゴテ、回収。いろいろアイテム、たまたまフラッシュバンカー、なんかもっと3マグ4マグぐらい使わないと倒せないぐらい強い敵が出てきたらバンとかも有効になりそうだけど、ちょっと今度こそステルスっぽいことをしたいな。カメラなさそう。あそこにもいた。ピンはつけたしょ。なんか敵の真上で飛び降りたらそのままテイクダウンできるみたいなパークを取得したけど、やってくれなかったら困るんだよな。そろりそろりそろりそ。そろりそろりそろり。これ開く？開かない。あかん。見つかっちまうぞ。とりあえずここ降りよう。微妙だな。なんかいいもんないかな。あの辺かく乱して。なんかできないかな。一人反応しただけか。こっち。うわ、なんか絶妙にステルスキルしにくいな。全員。おお、ジャッキさあ、どこに隠れてんだ。危な、しゃがみ状態のまま高速移動はできないのかな。いけるかこいつ。ほい。なんかジャッキーに指示して一人任せるとかできたらいいんだけど。多少は大丈夫。
二人とも向こう行ったな。あぶね。これいけんのか？いけない。戻ってくる。ほい。あぶねー。あいつはもうこうしてあれなんか思い切りテイクダウンはしてくれないのか。敵の近くでグラップルをしても反応しなかったってことはなんか近接系パークも取んないとダメなのかな。あ、なんだこれ。あ、重量オーバー。重そうなものを拾ったぞ。これか、ライトマシンガン。どうしようかな、ちょっといらない武器分解しちゃおうか。はい、回収回収。脱出。行くぞ、ビー。さっさとずらかろう。おや、ミリテクだ。そこら中で早を飛ばしやがってよ。ひとまずゲートの向こうに行くか。メイルストロームと取引すると大抵ろくなことにならない。君たちは運が良かったな。あれ、この人って。おお、スタウトはどうした。あいつは賭けに負け、結局時間切れになった。まあもう会うこともないだろう。あの丁重にもてなされてたとかいう人ではない人か。なんであんたがここにいる。スパイの正体が未だ謎のままだ。メイルストロームから何かつかめるかもと思ってな。期待しない方がいいと思うが、死体は喋れないからな。喋れなくても情報は残っているものだ。じゃあ失礼するよ。ん？ハゲてる。焦ったぜ、ビー。今日は肝を冷やしっぱなしだ。さて、これからどうする。さすがに疲れたな。ボットが手に入ったってテクスに報告しろよ。こんだけ苦労したんだ、ボトルの一本でもおごってほしいとこだぜ。じゃあな、B。まあとりあえずメイルストロームとは敵対関係になったくさいけど、ボットはゲット。仕事は進んでるか、ミスター B。ボットを手に入れた。ほう、問題なくいったのか。それとミリテクはどうした。それが代金を支払い済みだって言ってもロイスは聞く耳を持たなくて大変だった。ではどうしたんだ。コーポの女を利用したのか。スタウトと会ってなんとか取引できた。ほう、ボットの支払い用にクレジットをくれた。企業の金でボットを買い取ったのか。いや、それは自分で使おうと思ってな。ボットは譲ってもらった。譲って。まあ多少乱暴はしたがな。大した度胸だ。準備は済んだ。ねえ、次は。次はいよいよ本番だ。チップを手に入れる。アフターライフで落ち合おう。続きはそこで。わかった、すぐに向かう。ではまた後で。よし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 。ボットは手に入るわ、ロイスを殺してその一味からいろいろアイテムも手に入れるわ、ミリテクのクレジットを勝手に取っちゃうわで、今のところ全てうまくいってるな。
ちょっといろいろアイテム溜まりまくってるし、リパードクにも一回立ち寄ってなんかアップグレードできないか見てほしいな。